男子の走り高跳びは2m18、女子は1m73にそれぞれが上がります。トラック競技は男子 400m リレーが行われます。4組ございまして、その第1組です。4レーン、7レーンを分けて5チームの出場です。内側から SAC、スタック、東京医科大、日本工大、浜高校、電通大、以上の5チームです。選手の高跳びは、チーム2の三浦さん。第3レーンはスタック、第8レーンが電通大、5レーンが東京医科大、走り高跳び女子はチーム2の三浦さんが 1m73 をクリアです。2着は3レーンのスタック43秒82、2着に東京医科大43秒28、3着は8点の電通大で43秒50です。マルチ高跳びです。ご覧のように調子が上がっています。日立 IC チーム高跳び君 2m10m クリア。